おはようございます。今日はですね、ちょっと新たな美観地区を探しに行こうということで、今こう倉敷なんですけれども、これからですねちょっと1時間少しぐらいドライブして、香川県のこんぴら山の方に、はい、行ってみようと思います。なんかね、こんぴら山の中に、まあ、こんぴら山自体も、まあ、僕は美観地区だと思うんですけれども、何かすごくねちょっと面白いスポットがあるっていうのを聞いたんですよ。なんかそれを今日ちょっと皆さんに紹介して、青木と美観地区のこう新たなコーナーにしていこうかなと思っているので、ぜひちょっと一緒に行ってみましょう。じゃあこの後どちらに行くんでしたっけ？この後は山、こんぴら山。こんぴら山。階段がめっちゃあるこんぴら山。朝から山登りですね。そうですよ。あれ何段ぐらいあるんでしたっけ？ね、調べたところによると1300 1300 1300で今から登るんですか我々。ありますか。なんかね、そこの途中に途中に、なんと楽しみですね。300段の途中に美観地区があるという情報を得ましたので、その美観地区をチェックして、はい、はい、皆さん、1時間ね、ちょうど1時間ちょこっとかな。そうですね、運転して、今やってまいりました。こんぴら山に到着しました。はい、こんぴら山。そう、これからこんぴら山といえばこの名物のこう階段ですよね。そうですね。それをちょっと登って行きながら、まあ、皆さんに、このこんぴら山の山道口っていうんですけどね、この辺ちょっともう少し一緒に歩いたら、あのお店とかもあるんで、そういう景色を見ながらご案内しようかなと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、あ、でもさ、なんかこの景色もいいよね。ちょっといい感じの商店街って感じです。なんかすごいお店もたくさんあるみたいで。そう、いや晴れてよかったわ。本当ですよね。これはあのしていく、それとも帰りとかでいいんじゃないですか。はい、一応9時からでも今貸し切りなんで。貸し切りですね。登る前に足を清めましょう。はい。なんかここで面白いのが、なんか階段を登っているじゃん。階段の、はい、登っていくところにも左右にお店がある。左のところに左右にお店がこう並んでいくその景色もあって、ずっとこう商店街じゃないけど坂の商店街っていうような感じで、まあなんかそれはそれでこのこんぴら山の特徴なのかなっていう。ただ階段を登るんじゃなくて。両脇が全部お店になってる。そういうのも収めれたらいいですね、動画に。うん、あ、階段が見えてきましたね。めっちゃなんかこう五光の光じゃないけど。本当天気よくなりましたね今日。昨日すごい雨だったもん、ね。本当ですよね、倉敷。コーヒー屋さんとかもあるんですね。そうそうそう、すごいおしゃれですね。じゃあちょっと登っていきましょう。コンピューラーさん杖ついてね。あ、そうですね。これも名物。あれ全部杖なくて大丈夫ですか？登りきれますか？カモンって感じ。カモン。あの前のザカモン。あれ、これって美観地区にあるお豆屋さんと一緒じゃないですか？はい、これ美観地区にもありますよ。はい、
なんか、なんか意外とこさこう結構情緒あふれるこの景色だからね。武漢地区にもしかしたら本当店舗展開されてるお店さんとか確かにあるかもしれないですね。雰囲気は美観地区と似てますね、昔ながらって感じが、うん、そうそう、これがさ、ずーずんずんお店が少なくなっていくわけまだまだのお店がね、ずん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 、石段も高く感じるようになるわけよ一段一段が確かに それがね、まあでも一回ね、僕たち足清めてきましたんで、さっきそうですもうすっきりした足で今、うん、コンディション的にはもうバッチリ。あ、なんかうどんティー1枚やっぱ欲しいな前失敗しちゃったから、前失敗買い購入失敗したうどんティーを。うまいものいらないですか。まあでも一旦大丈夫、大丈夫です。ちょっともうまだ登り始めなんで、はい俺がなんか俺が欲しいって言って欲しいから声かけてるみたいな。いらない、いらない、本当にいらない、いや本当大丈夫ですセム100段目の文字が100段来た、100段来ました。あと何だっけ、あと本殿までとりあえずあと600ぐらいは、なんか息上がってない、大丈夫です。あ、すごい階段がなんか急に急にすごいですね。ちょっとこれずっと登るわけですよね。そうですね。これは、ま、登るのは間違いないですね。登るのは間違いないです。はい、よし行くしかない。行きましょう。美観を求めて。そうだ。これが上がってきたね、ちょこっとずつ。今これで200ちょっとぐらいですかね。まだに、あ、もう 200? もう200ぐらいです。全然ちょっとなんかすごい綺麗な感じの新鮮な感じね。コンピがルーって書いてある。なんか心なしか段が急になってきました。急じゃない急。なんかもうちょっと緩やかでしたよね、さっきまで。なんかさ、これ本宮っていうのが、はい、おそらく700、800段ぐらいにあるって言われてるんだけれども、はい、なんかそこに行ったらちょっと痩せてそう、俺。確かに。確かに。初めの足湯のところの。だいぶいろいろ顔がちょっと細くなって。そうそうそう、スリムになってね。スリムになってそう。いいと思う。よいしょ。なんか専務今日動きやすそうなズボン履いてますね。あ、そうなんだよ。これね、よく突っ込んでくる。加賀線の新作で。あ、新作なんですか。そう、ドレスバイカーっていう、まあ新作というか今ちょうど受注もしてるんだけど。あ、そうなんですね。バイカーズでめちゃくちゃ。足が曲げやすいから、伸びが良さそうですね、すごい見てて。しかもレザーを刺繍してるからね。あ、刺繍してるんですか。そうそうそう、すごい。ちょっととんでもない作り込みのパンツを履いてきちゃいました。なるほど。あ、ちょっと階段登るにはぴったりかもしれないですよね。そう、じゃあちょっとファッションでこう来るスポットというか、機能性をちょっと考えた方が、もしかしたらお客さんもし来る場合は。カメラマンさんの汗がすごいです大丈夫、汗だくそろう結構今は半分弱ぐらいじゃないですかね、本空まで。
あ、すごい。これビタン地区スポット何個もできちゃうね。認定箇所多いですね。香川の景色が。あ、すごい。なんていうのかな。結構あの運転手で気づいたんだけど、平らというか盆地なんですね。結構平地な感じが。だからなんかとっても運転しやすくて、なんか気持ちが良かったんです。途中うどん屋さんいっぱいありましたね。うん、気持ちいいな。とりあえずじゃあここで。例のちょっとパワースポットがあるからそこにご案内しよう。はい、オッケー。すいません、僕汗ダクダクなんですけど、うん、何をお願いしたんですか。僕は、うん、私もね、やっぱお店がより人気になるようにと。うまいなぁ。 YouTube の登録者がね、ちょっと今年1000人行きたいですね。あ、確かにそうですね、うん、はい、じゃあ本宮から、これから降りて、その噂のスポットに行きましょう、はい、楽しみだな。階段気をつけてくださいね。はい、今度下りが始まります。意外となんか山登りって下りの方がしんどいですよね。そうそう、足にくるんだよね。膝に。あれ？ちょっと前方に。あ、なんか何？なんか見えてきましたね。よいしょ。これ実はこれ一円玉を浮かばせるというそういうものなんですけど、雨が降っちゃったから全部沈んでる。でも今日ちょっと一番乗りですか。じゃあ一番一円玉を浮かばせてみたいと思います。はい、一円玉表面張力で浮かばせれれば何か起こるかも。めっちゃ集中してる。美観地区に認定じゃない。認定ですね。あ、すごい。あ、本当にすごい。なんか周りに分かるかな。すごい表面張力で。表面張力で一円玉が今浮いてます。青木と美観地区に認定。認定。いやー、うん、これで今年1年も。これはちょっと登録者1000人いきましたね。ぜひ青木と美観地区、チャンネル登録お願いします。お願いします。グッドボタンとかもいつでもしてね。ちょっと特別編で、はい、小原くんも挑戦します。できそうでできるか。よく浮きましたねこれ。すごくない？すごい。なんか1枚だけ浮いてる。そう、残念。また次回じゃあ僕は、はい、リベンジしに行きます。はい。行きましょうか。行きましょう。